スノーマン目黒園、サイレント、鈴鹿博士がライブ参戦で2ショット公開、ソート港とだ、エモすぎる、と反響殺到。モデルプレス、2023年6月13日。スノーマンの目黒蓮が13日、グループの公式インスタグラムのストーリーズを更新。フジテレビ系ドラマ、サイレント、2022で共演した俳優の鈴鹿博士との2ショットを公開した。サイレント、目黒蓮&鈴鹿博士、2ショットに反響現在、グループ初のドームツアーで全国を駆け回っているスノーマン。12日には東京ドームにて東京最終公演が行われ、鈴鹿も応援に駆けつけていた。目黒は、ベイビー鈴鹿くんほんと赤ちゃん、と赤ちゃんの絵文字を添えて鈴鹿との2ショットをアップ。鈴鹿が目黒のうちわを手に持つ姿も収められている。なお、鈴鹿は12日、自身のインスタグラムストーリーズで、念願の、と同公演の参戦を報告、本当にかっこよくて最高だったし、合言葉、スノタン、スノーマンのファンの皆さんとの絆に感動しました、興奮が冷めぬ。語りたいなぁ、と興奮状態で感想を言葉に。